こんにちは、ボイスレーナーの千尋です。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日もですね、中国人のあの歌手の方のリアクション動画をお届けしていきたいと思うんですけれども、前回ですね出した時にずっとあのシュシェンさんという風にお呼びしてたんですけども、コメントをいただいてですね、こう日本語と中国語の発音が入り混じった呼び方を僕はしてたみたいで、実際はあの日本語読みにするとシュシンさんが正しいらしいんですね。で、向こうの呼び方だとジョシェンさんで統一した方がいいということだったので、ジョシェンさんと呼ばせていただきたいと思いますが、今回もジョシェンさんが歌ってる動画をチェックしていきたいと思うんですけども、今回はもののけ姫の歌ですね。もう日本人だったら絶対皆さん知ってる曲だと思うんですけども、それをジョシェンさんがカバーしてるんですね。まあ、元歌のメラさんもすごく綺麗な声で歌ってらっしゃるので、ジョシェンさんが歌っても全然違和感ないかなっていう感じはもちろんするんですけれども、で今回すごいのはジョシェンさんの全部あーとかうーとかで歌ってて、もう全然歌詞歌ってないんですね。一切歌ってないのにもかかわらずものすごい感動的な歌に仕上がってましたので、もうぜひ皆さんにもチェックしていただきたいと思いますので、早速見ていきたいと思います。ここだけだったら何の曲か全然わかんないと思うんですけども、このピアノだけでこの後の世界観の期待がすごい膨らみますよね。透明感が半端ないですね。男性の声とは思えないほど透き通ってますし、女性でもここまでの透明感ってなかなか出せないと思いますね。姫見たことある方だったらわかると思うんですけれども、もうこの声だけでもうあの世界観すごくイメージできますよね。この時点でもう感情がぐっとこみ上げてきて泣いちゃいそうになりますけど、あの息混じりのような霞がかった感じの声と艶のある声を交互に、しかも滑らかに使ってて、もうすごいかっこいいですよね。もう本当に女性の声みたいな感じです。しかもジョシェンさんの声って人間の声の息も逸脱してて、もうもはやもう楽器みたいですよね。ちなみにピアニストの方はランランさんという中国出身のピアニストの方なんですけれども、日本のユニバーサルミュージックさんのページにも載ってる方なの で YouTube にも結構出てますので、ぜひチェックしてみてください。本当にいろんな方とコラボしててかっこいいです。あ、帰ってきた。声のコントロール力が半端ないですね。すごいですね、本当に。あれだけワンコーラス目でサビすごく盛り上げてきてたのに、また一気に世界観をこうグッと戻してきたじゃないですか。で、しかも最初は、はぁーって入ってきたのに、2番目は、ね、こんな感じで言葉に変化つけてきましたね。
京で周波数調べたらすごい倍音が検知されそうですね。あの倍音ご存知ない方、まあ、いらっしゃったらぜひググってもらいたいんですけども、人間の声っていろんな周波数の音が重なり合って音になっているわけなんですね。周波数が重なっていると倍音がそれだけ豊かってことなんですけども、日本の楽器でいうと尺八とかがすごい幅広い倍音を出す楽器なんですけれども、まあ、そういう楽器に近い倍音を持ってるんじゃないかなと思うんですけど、もう誰かチェックしてほしいですね。声の明るさと声の響きをこう広げるときに、はーっていう声を使ってたりするんですね。はーの発音してるんですよ。で、2コーラス目の A メロの頭のあたりとかは雰囲気に変化をつけるところで、ふーみたいな感じでうーを入れてくるんですよね。で、サビのトップはしっかり、はーみたいな感じで、こう音色豊かな発音をしっかり持ってきて世界観をこう広げてるっていうような感じですね。明るさをしっかりそれで表現してくるので、ハーとかウーとかだけでこれだけの深い世界観を表現できてるんだと思いますね。本当にすごいボーカリストだと思います。はい、それでは以上です。日本人としてはやっぱり嬉しいですね。こうジョシェンさんのような実力派の歌手の方が日本の歌をこれだけカバーしてくださって、でしかもあの歌声ですから原曲以上の世界観をまた違った形で表現してくださってるので、もう本当に見てる側としてもすごく見応えありますし、もう何より歌が素晴らしすぎるので、もうめちゃくちゃかっこいいですよね。今回の元の動画のリンクも概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは以上です。この動画を見ていただきまして、いいねと思っていただきましたら、いいねボタンと、あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴どうもありがとうございました。